過去のことなんて知らない。ウェイドは私たちを見捨てた。信用できない。分かってる。でもあいつのせいで捕まったんじゃない。今ここにいるのはこの最高のチームを壊せると思っているドイツ人のせいだ。とにかく脱出するには計画がいる。ナチスに囲まれてるし、牢を出られても出口に着く前に殺されちまうぞ。どうかしら。考えがある。リヒターに一芝居打つつもりだった。賭けさ、ここまで来てファイルを諦めることはできない。ポリーナなら尋問で時間を稼いでくれると思った。彼女なら大丈夫だ。ごきげんよう。さあ、賭けて。思った通り小さくて奇妙なオフィスだこと。では企んでいることを話せ。レディ・ナイチンゲール、スターリングラード、ナチスの東部進出を阻止した都市だ。ここが陥落していたらロシアは崩壊していただろう。ドイツはロシア人の生存本能を過小評価していた。この町とその擁護者を甘く見ていたんだ。人々はポリーナを希望の象徴として見ていたが、彼女は英雄視されることを望んでいなかった。彼女が欲したのは復讐だけだ。帝国はナポレオンさえ成し遂げられなかったことを完遂していたかもしれない。レディ・ナイチンゲールのような猛者が相手でなければ。あそこだ。シュタイナーがビジネス街をうろついてると耳にした。盗撮場から奴が離れるはずがない。クソ野郎。さあ行こう。待て、誰か分かれば家族に知らせてやれる。ナイフを。チッ、凄腕のスナイパーに撃たれてる。奴らはまだいる。おそらくね。よし、隠れながら進もう。行くぞ。どうやってスタイナーを殺す気だ、レディ・ナイチンゲール。そう呼ぶのはやめてって言ったでしょ。その名前は皆に希望を与えてくれる。希望だけじゃ勝てない。おっと、ろくでなし。レディ・ナイチンゲールの信奉者たち、このテロリストをかくまった者には誰であろうと最も厳しい罰を与える。臆病者め。この道を行こう。スナイパーはシュタイナーのイエガーマーダーだと思うか。用心に越したことはない。ポリーナ、聞こえたか。見てみろ。そこだ、右だよ。シュタイナー、どこへ向かってる。奴はビジネス街の方に向かってる。イエーガーマーダーについては兄さんが正しいかも。見失う前に進むぞ。兄さん、気をつけて。伏せて。どうする。ナイフで奴の気を引いてみて。なんだと。いいからやって。引きつける。ダスピダーニ。奴らを倒した。さあ行こう。
いつでも撃てる。おやすみ。兄さん立って、移動しないと。スターリングラードのスナイパーは私一人だけ。逃げろ。奴らが交代してる。前方に敵発見。畳みかける。やっと死んだの。多分な、やつは思っていたよりもはるかに手ごわい。兄さんが戦う必要はなかったけど。うまくやったな。それじゃ、ここでよ。よし、ひとまず安全だな。イエガーマーダが2人もいた。お前を警戒してるんだ。近づいているということね。それじゃ進もう。見ろ、シュタイナーの車だ。中にいる間は撃てない。もっと近づいてみよう。早くシュタイナーの頭を撃ち抜いてやりたい。待て、まずいぞポリーナ。ここからじゃ撃てない。敵が多すぎる。クソ、シュタイナー。右側だ。シュタイナーの上階に違いない。スナイパーだ。うわっ。
丈夫か？兄さん。なあ、大した傷じゃない。傷をよく見せて。まずい状況だな。ええ。こんなことしてる場合じゃない。わかるか？兄さんを安全なところに移す。こんなところで死なせない。上がって、最高。郵便局まで連れて行く。あそこは安全だから。ゆっくり呼吸して。私がついてるでしょ。支えるから寄りかかって。傷口を押さえておいて。しっかり捕まって。しっかりして兄さん。逃げるのは無理ね。ねえ、瓦礫を。頼む。いいえ、兄さんは混乱してる。さあ、早く行きましょう。マリーナ、行け。ダメ。兄さんは援護して、私は側面を狙う。もう時間がない。行け。俺が奴らを止める。兄さん。妹よ。さあ、行け。これでいい。行け。ここにいるのは分かってる。この軌道、今度はもう逃げられんぞ、小娘が。コマツ・シュタイナガー、ロシェツ、エメゴ。Das ist sofort.
無罪。ナチスのカスどもの実力なんてこの程度なの？ボレ、残るはお前だけだ。お前の自慢の兵士たちも
もういない。次はお前だ。それともあんのか。彼らは今どこにいる。おそらく死んだのだ。だからそんなに怒っているんだ。全部渡っそこにいたか。お前は自分を責めるべきだ。家族の命を救えなかった。バカなロシア人。大切なスターリングラードなど何の自慢にもならない。廃墟になるのも当然だ。哀れな人間のすまん。クソ畜生。逃げても無駄だ。お前はもう負けている。お前ら腐れナチスはこのスターリングラードで死ぬ定めだ。お前たちは全てを奪った。今度は私が奪う。
殺しても満足はできまい。殺しても無駄だ。すべて葬ってやる。お前はもう何もできない。私ではない。フライジンガー閣下が必ず野望を成し遂げるだろう。このナチスのクソったれクズが、私に残ったのはこのナイフだけだ。お前を救えたのに。結局お前たちは皆同じだ。数えきれないほど殺したからよくわかる。その口をついて出るのは哀れなデタラメばかりだ。フライジング、私を怖がらせようとしてるの。どうせこいつもファシストのクズだ。心配いらない。次はこいつを追い詰めてやる。お前は町を奪い人々を傷つけた。私を潰すつもりが失敗に終わり、レディ・ナイチンゲールを生み出した。そして私に負けたんだ。悪名高きレディ・ナイチンゲールはスターリングラードを救った。彼女の行動はロシア人を鼓舞し、町を取り戻すための原動力になったんだ。連合国と同胞のために戦争の流れを変えた。これだけの功績を残せば、俺たちに見つかるのは時間の問題だった。